インターネットテレビウィル増刊号の山根です。白川さんよろしくお願いします。本日のテーマは LGBT の T についてなんですがね、最近このトランスジェンダーの選手がもともと男性だったと、ただその性同一性障害で女性にこう性転換した方がその、まあ、女子スポーツで活躍するケースって結構聞くじゃないですか。ありましたね。あれ前々から、まあ、どうなんだろうって思ってたわけですが、はい、まあ、今日はねそのあたりを論じてみようかな。そうですね、ちょっと際どい話ですけど、まあ、できる範囲で、はい、あの日刊スポーツにですね、これ多分知ってる方多いと思うんですが、あの水泳の方でちょっと興味深い記事あります。3月19日ですね、男性から女性に性転換したトランスジェンダー競泳選手の全米制覇が波紋を広げている。議論の的となっているのは2020年まで男性として競技を続けていたペンシルバニア大学に通うトランスジェンダーのリア・トーマス。女性へ転換するため1年間以上かけてホルモン治療を行った彼女は、昨年の秋に女性として競技に復帰。そこからは大学記録や大会記録を塗り替えるなど圧倒的な力を誇示、今月17日に、開催された、全米大学選手権の女子500ヤード、自由形では、東京五輪女子 400m 個人メドレーの銀メダリストであるエマ・ワイ・アントに1秒75差をつける、4分33秒24でタイトルをつかんだ。はい、つまり、まあ一昨年まで男性で、まあかなり強い競技者だった人が、まあホルモン注射を打って、まあ女性だと認定されたことによって、まあ女性の方の、方に入ったわけですよね。そして圧倒的に強くなってしまったということで、これいいのかっていうのがみんな思ったわけですよね。ただこれいいのかって思ったところで止まっちゃってるんですよ。つまり言えないんですね、それ以上ってね。これ 99.9% の人は冷めた目で見てますよね、はい、これでよくやったって思う人ってまあいないですよね、これ、これはちょっと疑問符ですよね、これをフェアと言っていいのかってとこですよね、で問題はですね、ちょっとこの方の前の記事をデイリーメールからちょっと際どい記事があったんですね、これは1月27日ですね、はい、トランスジェンダーの性選手リア・トーマスとロッカールームを共にすることがペンシルベニア大学のチームメイトの一部にとって問題となっている。彼女たちはトランスジェンダーとプライベートな空間で着替えることに違和感を覚えているとデイリーメールに打ち明けた。改括弧、リアさんには、まだ男性の体の部分があり女性が好きな人物なので気まずいのは確かです。括弧閉じと、同じチーム内のある水泳選手はデイリーメールの単独インタビューに答えた。リア氏はチームメイトに女性と交際していると話していると。でチームメンバーがコーチに懸念を表明しリア氏を女性ロッカールームから追い出そうとしたが拉致が開かなかったと述べていると。こうすごくこう婉曲に言ってるから分かりにくいんだけど、まずこのリア・トーマスさんというのは、まあ元は男性であるトランスジェンダーで、まあホルモン注射によって女性になったっていうこと、ところがこの方は自分はレズであるということで、女性が好きなんですね、でなおかつですね、男性のある部分をまあ残してるわけです、まあ男性器が残った状態でもうそれを隠さないである、こう堂々と歩いてるわけですよね、それでまあ女性は恐怖に思ったり不快感を持ってると。でコーチに行ったけれども何ともできないと、 LGBT に対してはもう差別問題になっちゃうから手出しができない、拉致が開かないって言ってるわけですよね、これ女性にとってそれは正しいのかってことですよね、その人の人権問題ではあるんだけれども、じゃあそれをこう受け入れなければいけない女性たちの気持ちはどうなるんだってことですよね、だって普通の女性はね、だとしたらそんなあの男性器を堂々と出したまんま歩くということに嫌悪感を覚えるじゃないですか、じゃあその人は普通の女性なのって言うとちょっと疑問符つきますよね、でこういうのはもう野放しにせざるを得ないということなんですよ、あの人権問題だから。まあまあ下手になんか文句言ったら、まあ、訴訟を起こされたら負けそうですしね、アメリカの場合、そうアメリカだともしかしたら負けるかもしれない、だから手出しできないと、でますますこの人っていうのはもうね
なんていうの、堂々とやってしまうってことですよね、うん、そもそもこれ楽しいんですかね、やってて。だからそういう、つまりね、まあはい、メンタリティがこういう人だと楽しいんですよ、うん、女性になって新記録出る、で、裸になって堂々と歩けること楽しいっていうメンタリティの人なんですよ、うんうん、つまりトランスジェンダーの、女子高競技の参加を認めたら、これは認めざるを得ないんです、うん、人権問題だから、うん、つまり、スポーツに人権問題を入れるというのは本当にフェアなのかっていう大問題があるのに、それを見ないふりをしてそのまんま入れちゃったから、その結果女子競技で頑張ってた女子のみんながすごく迷惑を被ってると、うん、恐怖を感じてるという状態になってしまったということです、つまりそういうメンタリティの人を想定しなかったんですよ、はい、でもいますよね、中にはね、うんうん、まあ、そんな、まあ、なかなかこう意義を呈しにくい、はい、空気の中で、はい、とある政治家が声を上げたと、ね、はい、これは4月7日の BBC ジョンソン首相ですね、トランスジェンダーの女子競技の参加を認めるべきではないってはっきり言いました、はい、イギリスではこのところ自転車競技のエミリー・ブリッジズ選手が国際自転車競技連合から女子部門での出場を認められなかったことを受け、この議論に注目が集まっている。ジョンソン首相はこの日の取材で先に発表した天候療法禁止法案などについて発言、その後生物学的男性が女子スポーツに出場するべきではないと思う、これは物議を醸す発言かもしれないが理にかなっているように私は思うと述べた。また病院や刑務所、着替える場所などでも女性専用の場所が必要だと思う、この件について私の考えが及ぶようになったのは今のところここまでだ、この考えが他の人との軋轢を生むならそれを解決する必要がある、ジェンダーを変えたい、性別を移行したいという人に私がものすごく同情していないということではない、そういう決定をするにあたっては最大の愛情と支援が必要だ、複雑な問題なのですぐに決まる簡単な法律一本で解決できるようなことではない、きちんと上手にやるには熟考が必要だと、はい、まあすごく攻撃的に言ってるわけじゃないんですよね、まあ、要するに女子競技の中で元男性が入るっていうのはこれはちょっとやめた方がいいんじゃないかと、うん、で確かに人権問題なんでこれをやめるというだけではなくてちゃんとその人たちのこう精神的なケアというのは必要であるっていうふうに、まあ、ちゃんとしたことをおっしゃってるということですね、うん、ジョンソン首相はこの発言ってまあ非常にこうかなり気を配っておっしゃってるわけですよね、はい、それでただやっぱりこう LGBT の問題というのが入ってるので、うん、かなり覚悟してっていうかもう相当こう罰金があるだろうなということ覚悟した上で言っていると、うん、でこういうことを、まあ、国家トップが本当にこう気遣って言わなければいけないという雰囲気です、ね、うん、があるってことですよね、なぜならば人権問題だから、うん、これ全てなんですよ。でね、まあ、結局問題は何かっていうと今、男性か女性かという、 こう境目というのが女性ホルモンじゃなくて男性ホルモンかテストステロンの濃度で決めてるんですよね、うん、これ要するに、まあ、女性ホルモンを打つことによって男性ホルモンが、まあ、セーブされていくっていうところでこれだけこう抑えられたら、まあ、女性として認めていいだろうという考えのもとにやってるわけです、うん、そうするとやっぱり女性化すると筋力は落ちるし運動能力もやっぱ下がっていくから確かにその、自分の記録なんかは下がっていくと思います、うん、ただねある男性としてある程度のこう能力を極めたと、うん、でまあ女性ホルモンを打つことによって能力下がるじゃないですか、でこの辺で競技したらすごく有利になりますよね、もともとのアドバンテージが違いますからね、うん、そうなんですよ、まあ、例えば、まあ、誰がいいかな、大谷翔平さんがね160キロ投げると、うん、でやっぱり私は女性なんですと告白して、打つとするじゃないですか、で確かに球速は落ちますよ、うん、ストレートのでも140キロぐらいは投げられると思うんですよ、それでも筋力がこう女性化しても、うん、まあ、要するにそういうことなんです、うん、要するに女性の筋力のまんまこう、こうスピードをこう目指すっていうのは非常にこう大変じゃないですか、120投げる130投げるってものすごく大変なわけですよ、ところがいっぺん160到達した人が女性化することによって130投げるっていうのは、まあ、簡単に言っちゃえば楽なわけですよね、うん、でそれを同じ土俵で乗せるのということなんです、うん、
うん、難しいですよね、まあ、そもそもスポーツって、まあ、肉体的身体的な、はい、そのまあ優劣みたいなものを、うん、まあ、競う、はい、運動能力を競うものなので、はい、本来この性別とかこういうホルモンとかあんまり関係ないように見えますよね。ただまあ精神とは何か、身体とは何かみたいな、そうなんです、肉体と精神の哲学とか石原慎太郎さん聞いてみたいですよね。でも石原慎太郎さん絶対認めないですよね。認めないでしょうね。まあ簡単に言っちゃうとね、こうフェアが大事なところに人権問題ということが入ってしまったもんで、うん、こうややこしいことになってると、うん、しかも異議を唱えることが難しいわけですよね、人権問題って、うん、まあ要するにスポーツに人権問題入れたっていうのが全てなわけです、うんうん、でここで考慮されるべきっていうのは、医学的にそれはフェアかとか、うん、科学的にフェアかどうかっていう検証をしないまま人権問題を優先して、トランスジェンダーの女性というのを女子競技に認めちゃったっていう、これが全てなんですよね、うんうん、そこがおかしかったんです。つまり人権だったら何でも OK にしちゃうっていうところがダメだったわけですよ、うん、でやっぱりそこで科学的なあの判断とかっていうね、うん、フェアっていうのは何かっていうのを極めるというのがいつも重要なわけですよね、うんうん、人権だったら何言ってもいいのかみたいになっちゃうわけじゃないですか最後、うんうん、やっぱりそれはちょっと違うなというふうに思いますね、うん、はい、ということで、まあ、なかなかセンシティブな問題でしたが、うん、まあ、こういう例って今後もまあ続出すると思うかもしんないですね。自称女性みたいな人が何か事件を起こすっていうのは、まあ、ぼちぼち出てますけどね、うん、今後もこれ、これだけこうアンタッチャブルな問題しちゃうというのもちょっと出てくるでしょうね、うんうん、ということで、まあ、懸念は深まるばかりですが、そうですね、まあ要するに損するのは女性なんだから、はい、その損する女性を守ろうとしても重要だってことですよね、うん、はい、これこそ女性の権利ですね。そうです、おっしゃる通りです。だから上野千鶴子先生に頑張っていただきたい。そうですね、はい、うん、学問的にちゃんとね議論してほしいですね、うん、こういうことこそ、はい、ね、はい、ということでよくわかりました、ありがとうございました。ありがとうございました。